い、選手オーバーランマシコです。どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、早速ソロコーナーです。そうなんですよね。昨日お話しした通り、カドッチもね、マシコンをちょっとダウンしてしまいまして、今週分のね、録画が終えてないということでね、まあ僕一人でやっていこうかと思います。でですね、もうね、ちょっと僕もね、あんまり体調がよろしくなくて、はい。ちょっと頭と耳が痛いという状態でね、ちょっとやっておりますが、まあまったり休ませていただいてますんでね、なんとかかんとか生きてます。ということでね、実はですね、僕、スニーカー買ったんですよ、今月。ゴールデンウィーク中にキックスラウンジでね、エアフォース1のね、カスタムしてきて、まあ皆さんからね、賛否両論ございましたけど、はい。もう一個ですね、実はね、お買い物してたんです。でね、今回はですね、初めて私、海外通販というものをしてみました。ということでね、早速届いたので、ちょっと出していきたいと思います。こちらです、ドン!はーい。見たことありますかね、こちらの箱。はい。エンドです。エンドでお買い物しました。イギリスのショップですね。そう、エンドがすごくセールで安くなってたので、ちょっとこれは買わない手がないなということで買ってまいりました。とりあえずね、早速ですが中身の方を紹介していきたいと思います。ということで、こちらです。ドン!バン!はい、アシックスです。アシックスタイガーの箱ですね。最近アシックスばっかりだな、買ってんの。うん。で、エンドのね、封筒も入ってました。はい。うん。なんかいろいろ紙です。でですね、中身、一応先にね、もうどんどん中身紹介していきたいと思います。中身はこちら、ドン!はい。ゲルマイです。ゲルマイ購入しました。はい。こちら、ハイズ&ローズ、オーストラリアのショップですね。とコラボレーションモデルのゲルマイですね。はい。サブマリーナと呼ばれるモデルになります。こちらのモデル、初めてタケさんが出た時かな?うん。紹介していただいてるんですけど、ちょっとこれずっと欲しかったんですよね、僕も。なのでね、こちら安くなっていたので、購入させていただきました。まあ、せっかくなんでね、ディテールの紹介と先にさせていただきたいと思います。はい、こちら、ハイズ&ローズ、HAL、ハイズ&ローズのコラボレーションモデルになります。通称、サブマリーナですね。まあ、海をイメージしたモデルらしくて、インソールはこちら側にアシックスロゴで水面かなモチーフにされたものになっております。でこちら側がはいハイズ&ローズのロゴ HAL と入っております。アッパーはこっち半分が紺色のなんだろうこれ、うん、ジャージみたいな生地ですね。でこっち側がこうちょっとナイロンっぽい生地になってまして、補強パーツはスエード、こちら側がブルーっぽいスエードですね。で、こちら側が、紺色っぽい、濃い紺色っぽいスエードになっております。で、この辺が、うん、よくわからないけど、メッシュっぽい素材になってますね。で、いつも通りね、こういうチューブのね、足首のところがついてます。うん、いいね。僕、今月ね、本当は、オールブラックのね、ゲルマイを買うつもりだったんですよね。アトモスさん別注の。欲しかったんですけど、実はもう、こっちの方がね、僕、すごく欲しくなってしまいまして、オールブラックの方をね、やめて、こちらのネイビーのモデルに変えました。だから買わなかったんですね、実は。そしてね、買い紐がね、ついておりまして、こちら、黒と水色のね、マーブル地の紐がついておりますね。あともう一本は、ネイビーの紐がついております。ということで、合計3本の靴紐が入っております。めちゃくちゃかっこいい。これは最高のゲルマイじゃないでしょうか。うん。合わせやすそうですしね。うん。気に入ってます。でね、初めてね、海外通販して、まあ初めてだったんで、住所の書き方とかはね、海外通販の仕方みたいなサイト見ながらちょっと打ってったんですよね。気になるのはね、値段だと思うんですよ、皆さん。まあ送料だったりね、そういう話なんですけど、まあ、こちらがですね、今回7700円ぐらいだったと思います。で、送料が2200円。ちょうど1万円ぐらいだったんですね、だから。で、海外通販した時に一番気になるのはやはり関税ですよね。関税。で、今回関税いくらかかってんのかなと思って、まだね、僕請求来てないんですね。で、配送会社がフェデックスさんだったんで、フェデックスさんに電話で問い合わせてみました。そしたらね、ちゃんと教えていただけまして、関税が1000円。消費税が300円、手数料が500円ということで、合計1800円かかってるそうです。で、これが後日ね、郵送で請求されるということで、まあ、思ったよりね、かからなかったので、すごく安心しました。でね、僕これ買うときに関税を5000円計算してたんですね。怖いんで。もしこれが5000円関税かかった場合、商品代、送料、関税合わせて
約15,000円で、こちらが定価が17,200円ぐらいだったかなっていうことで、それでもね2,000円お得で買えてしまうということで、決め手はね定価より安く買えるということでこちらを買いました。でね、まあ関税がいろいろかかったんですけど、まあ結局まあ安く買えたんでオールオッケーなんですけど、これ面白かったのが、僕届くまでずっとフェデックスさんどこまで届いてるのか、こうサイトでねずっと見てたんですよ。これのね届くまでの経路っていうのがすごく面白くて、ちょっとびっくりしたんですよ。いやこいついろんな国を通ってきたんだなって本当思いましたね。まずねこれイギリスのショップで買ってますので、イギリスから出国するわけですよね。その後にまずフランス行ってます。フランス行ってそっからまあ日本来るのかなと思ったら、次中国行っちゃいましたこいつで、中国出た後に成田来てましたということで、イギリス、フランス、中国、日本とやってきたそうです。いや面白いよね、海外通販ってそういうことが起きるんだね。すごく面白いなって思いましたね。びっくりしました。あ、そうだそうだ、届くまでの時間とかも気になりますよね。うん、期間確かちょうど5日で届きました。5日なんで、まあ日本の通販の遅いところと大して変わらないんじゃないかなと。ということでね、今回こちらの靴を購入したのでね、少し履いてみたいと思います。ということで履いてみましょう。はい、履いてみました。いや、かっこいいですねこちら。はい、まあ、横から見るとこんな感じ、正面から見るとこんな感じ、さらに横から見るとこんな感じ、はい、後ろはこんな感じ。いいですね。はい、足の裏こういう感じ。うん、みのるさん、みのるさん、はい、すいません、調子乗りました。こんな感じでね、すごくね合わせやすいんじゃないかな。すごいね、こう正面から見た時のこうグラデーションというかコントラストというか、うん、すごく面白いです。よくカドッチがさ、自分から見てこうテンションが上がる靴とかよく言うけど、これはまさにそれだな。めちゃくちゃかっこいい、いいゲルマイ買ったわ。履き心地もね、僕持ってるのニットなんですよね、パッタの。それと比べてだいぶ違いますね。こっちの方がホールド感とかすごくいい気がします。すごく気に入りました。はい、ということで履いてみました。送料関税込めて12,000円程度で買えたっていうのはもうすごく嬉しいですね。いや最高じゃないですか。その値段だったらアウトレットぐらいの値段なんで、めちゃくちゃいいんじゃないですかね。だって見つけたら即買いするもんな、アウトレットで。いやーすげーいいの買えちゃったな。はい、ということでね、初めてね僕が海外通販をしてみたんですけど、ちょっと怖かったんですけど、まあね、届いてほっとしましたね。まあやっぱりね、関税がいくらかかるのかがわからないっていうのが一番怖いですよね。まあね、僕はね次はね、まあ、海外通販プロテインにしようかなと思ってるんですけどね、嘘ですけどね。ということでね、今回はエンドで初めてゲルマイを買ってみました。うん、セール面白かったです。はい、ということで以上、青春オーバーランマシコでした。またねー。